おはようございます。鳥谷隆です。今日は学生陸上です。日本学生陸上対抗選手権、日本インカレが今週19日に開幕。最終学年の選手にとっては特別な思いを持って臨む大会です。番組が1年生の時から取材している2人の選手、そのラストイヤーにかける思いに迫ります。江南大学4年、青山花江22歳、学生ラストシーズンの奮闘中のスプリンターだ。高校2年生で日本選手権3位。2021年、大きな期待を背負って江南大学に入学。希望に満ち溢れた大学生活のスタートを切った。この年の夏、1年生で東京オリンピックに出場した。リレーメンバー最年少、日の丸を背負い夢舞台を堂々と走り切った。指導する元日本記録保持者伊藤浩司も期待を寄せる。あのストライドと柔らかさっていうのはすごく魅力があるので、 100m で経験してきたことはもう全て、教えていきたいなとは思ってます。2022年、オリンピックの翌年も自己記録を更新。その先にはトップスプリンターへの道が見えていた。しかし去年、彼女に突然の悲劇が。練習中に左膝の前十字靭帯を断裂、手術を余儀なくされた。ゆっくり行くしかない。どこまで戻れるかなって。長く苦しい復帰までの道のり、地道なリハビリの日々に持ち前の明るさで乗り越えていった。そして怪我から9ヶ月、およそ1年ぶりにトラックへ戻ってきた。無事に復帰を果たし、再起をかける新たな年が始まった。高下在進、お願いします。ゴー。全日本インカレのメンバーに選ばれる、どうか。自分の中では今一番大きいのと、タイトル取りたいですね。ちょっと最後なので。最大のライバルは去年日本インカレの表彰台を独占した3人の後輩たち。試練を乗り越える原動力となったチームメイトと、3つしかない個人種目の出場枠を争う。まあ、力はあります、ね、他の3人も認めてると思うの で普通に走ればその3人より頭一つ前には出るような力はあると思うので、まあ、それはチーム内でしっかりと競争してもらえればなと思います。いや、すごい厳しいんですけど、ちゃんと個人とリレーの枠を奪い取りたいと思います。ちょっと後輩には負けてられないので。江南大学、青山花江。走れる喜びと期待を持って臨んだ今シーズン。追い風 1.6 メートル、しかしなかなか思うような走りができない。
理想と現実のギャップに気持ちも追いつかなくなっていた。なかなか難しいなと思います。なんとも言えないです。悔しいところまで行ける走りができていないので。一方で後輩たちの躍進は今シーズンも続く。チーム内の競争は激しさを増した。そして8月末、日本インカレのエントリーが発表。個人種目に青山花江の名前はなかった。過去の自分の走りと今の走りがやっぱり噛み合わないとか、レース感とかやっぱり感覚がだいぶずれて、ちょっと自信なくしていたところもあったんですが、今回はリレーだけになりますが、彼女が望んでいる順位で争えるようにチームが仕上がっていけばいいかなと思っています。やっぱ納得はしました。もしこれで個人を選ばれたとしても今のタイムじゃ結局自分的にはきつい、メンタル的にもきついのもあるので、逆にリレーだけってそれに絞って頑張ることができますし、悔しいってよりかは、頑張ろうと思いました。気持ちはすでに前を向いている。最後の日本インカレ、青山花江は頼もしい後輩とともにリレーで頂点を目指す。リレーは、はい、もうトップ3さんがいらっしゃるのでこちらに頼みます。私はもうバトンつないで後輩たちを信じて優勝したい、したいなってです。最後の日本インカレに挑む学生アスリート、立命館大学の主将山本亜美。 400m ハードルで去年日本代表として世界を経験。今年5月には関西インカレ4連覇、6月の日本選手権ではぶっちぎりの圧勝で、こちらも1年生から4連覇。文字通り日本のトップハードラーだ。4連覇できてすごいですよね。すごいすごいすごいってこう思うんですけど、自分に負けたくないっていうのが一番あって、去年この大会で自分はこのタイムで走ってるんや、なんでその1年後の自分は毎日毎日練習も頑張ってやってんのに負けるはずがないよなっていう思いでやってます。試合よりも練習が大好きな山本亜美。世界のホームラン王王貞治の言葉を大事にしている。国内で無類の強さを見せる絶対女王だが、実は日本インカレには苦い思い出が多い。1年目はまさかの準決勝敗退。マイルリレーのメンバーからも外れ、歓喜の輪には入れなかった。去年は連戦の影響で個人種目の決勝を棄権し、マイルリレーにかけて挑んだが結果は5位。チームも総合12位と悔しい結果となった。この間それこそお母さんと朝ごはんの時喋ってて、あんたインカレ勝ったことあんのって言われて、あるわ、一応2年生の時優勝してるわって言ったんですけど、多分それぐらいインカレで私の印象って多分なくって、やっぱり主将としていいところを見せなあかん役割があると思ってるので頑張ります。悔しさを晴らすため
1年間チームを引っ張ってきた。今日も暑いので体調管理気をつけてください。はい、それでは練習始めます。お願いします。お願いします。スローガンは漢字の1と書いて始まり。去年立命館ちょっと弱くて、やっぱり1から頑張ろうっていう意味のと、みんなで一つになろうっていうのと、一番取ろうっていうのと、いろんな意味が込められてます。日本インカレを最後に4年生の代は終わり、後輩たちへと引き継がれる。主将としてエースとして1年間作り上げたチームの集大成を最後の日本インカレにぶつける。終わっちゃうんやっていう悲しさと、3日間頑張って走りきれ亜美っていう、このマジこのね、なんていうんですかね、もう自分にずっと問いかけるのと、泣きたくないっていう気持ちですね。笑って終わりたいっていう。1年生の時から学生陸上を引っ張ってきた2人、最後の日本インカレで有終の美を飾れるか。最終学年で日本インカレに臨む選手は他にも。園田学園女子大学の足立真凜は 400m で頂点を目指す。これまでの学生生活で個人では一つも一番全国取れたことないので、まあ一番を目指すですけど、53秒前半をしっかり出せたらいいなと思います。同じ園田学園の渡辺愛も最後のインカレ 800m で連覇を狙う。大高跳びの優勝候補大阪やあかり、女王の座は譲れない。1年生の時に全カレ優勝して、で2回3回生と2位だったので王者奪還っていうことで、もう圧勝できるように頑張っていきたいなって思います。 200m の関西学生記録保持者、関西大学の松井健人、三段跳びの日本学生記録保持者、武庫川女子大学の船田あかりは最後の日本インカレで記録更新に挑む。全カレでは記録しっかり残すっていうところを目指して頑張ります。長距離種目では立命館大学のエース大森隼人が2種目にエントリー。京都産業大学のダブルエース中村と小島、最後のインカレに爪痕を残したい。女子では大阪学院大学のエース永永里央、そして立命館大学の長距離パートキャプテン村松友が最後の日本インカレに挑む。駅伝の前哨戦として、そこで立命館の勢いを見せていかないといけないと思いますし、個人的にはまだ個人レースで全国のタイトルというのを取れたことがないので、1万メートルで戦いたいっていう思いがすごくあって、そこで優勝するっていうのがずっと目標にしてきてるので、そこにかけて挑みたいなっていうふうに思います。日本インカレいざ開幕。大学の頂点を決める戦い。日本一の栄冠を手にするのは。陸上日本インカレアスリートチャンネルで生配信。